はい、皆さんこんにちは、バンデリングルビジです。では今回はハーツオブアイアンフォー、現代バット、アメリカ軍トランプ大統領プレイ続きをやっていきたいと思います。前回ついにね、中国人民解放軍が台湾に上陸作戦を仕掛けてきたというところで、まあ中国との圧力が、まあ顕著に出てきているという状況になっています。で、そんな中、アメリカ軍の今後の動きなんですけども、まず台湾、そして日本の防衛、これが最優先になりますが、中国との本格的な戦いに突入していくにあたっては、味方を少しでも増やしたいというところで、今回はですね、陸海空の各軍の再編と合わせてですね、各国に対しての外交、これをやっていきたいと思います。では早速、プレイの方を始めていきましょう。まずは、戦力ですね。これをしっかり整えていく必要があるので、整えていきましょう。虎の子の、この戦車師団。ここはね、しっかりと戦力を増強しておいて、いざという時に、まあ、戦いでね、勝ってもらうための努力というのを惜しみなくしておきましょう。で、あとはですね、この先を見据えた場合、どこに、どの戦力を配備しておくかというのも重要になってきて、まずですね、イスラエルに配備しているこの10師団、これをですね、一度戻します。日本に戻して、いつでも台湾の作戦に参加できるようにしておきたいなというふうに思っています。とにかく今はね、持てる戦力そのすべてを中国に、まあ、ぶつけていくと。で、ちょっとこの後お見せしますけども、中国もね、もう陸軍の師団数で言うと相当な師団を、まあ、展開してきているという状況なので、まあ、それにね、こう負けていられないよね、というのも実際問題あったりはしますので、戦力分散する余裕が、まあ、残念ながら今のアメリカ軍にはないというところになります。今の人民解放軍の師団数なんですが、139、マックスね。で、海軍戦力艦艇数がマックス185というところですね。航空機に関しては、まあ、1万機近く持っているというのが、現在の、中国人民解放軍ですね。で、一方、我々はというと、師団数113、艦艇数220、航空機8000というところで、まあ、質はともかく量に関しては中国と互角、もしくは、劣っている部分もあるというところになっているので、今お話したようにね、やっぱり戦力を分散する余裕が、まあ、ないというところになっています。では続いて、各国に対しての外交攻勢を仕掛けていきましょう。まあ、イギリスとかね、まあ、NATO 系の陣営に関しては漏れなく、味方になってもらうというのが、まあ、最低ミニマム条件にはなるので、幅広くですね、ここは味方になってねっていう働きかけを行っていきましょう。やっぱりこの美人首相のウクライナ、外せないね。あとはエジプト、中東の雄、エジプトですね。さらに両巨頭、サウジ、このあたりにもしっかり、支援の要請をしていきましょう。であとは南米、ブラジルはもう敵になってしまっているので、その他で言うとペルー、アルゼンチン、あとはメキシコ。このあたりとはしっかり関係の改善を図っておいて、いざという時、しっかりと確実に味方になってもらえる努力をしましょう。海戦ちょっと全部見ていくと厳しいので、おっと、日本海軍、どうした?結構やられちゃってるね。中国軍に。しょうがないね。で、あとは、戦力を。九州とかね、この危ないあたりには、防衛戦力がてら入れておきましょう。で、こっからちょっと空軍と海軍の再編を行っていきます。で、方針だけお話して早送りで進めていきます。まず海軍に関してはですね、すべてを日本海、あとは南シナ海、このあたりに集結させていきます。
はい。海軍の方、展開を再編しました。ワースプ級をですね、6隻要する、こちらの今画面映しているね、海軍艦隊だけですね、台湾近海、ここ、将来的に強襲上陸を中国に対して仕掛けていきたいので、展開した以外は幅広く哨戒活動もしくは打撃作戦で展開をしました。これで中国海軍をね、一気に叩いていきましょう。まあ、ちょっとでもね、優勢に進んでいるところが増えればいいかなというところですね。ガイアナが中国陣営に着いたというニュース。まあ、あまりグッドなニュースではないですね。ちょっと負けてる戦いを中心に見ていきましょうか。見るものに関しては。おっと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 、ちょっと待ってね。展開が早すぎて。全部見えないけど、中国陣営にかなりの数の国が入っている。マジか。うお、多いな。こんなにも多くの国が中国の味方をするとは。完全に外交で遅れを取っている形ですね。そしたらちょっと国家方針で巻き返しを図りましょう。今はアジア方面、日本中心に展開してたんですけど、これちょっと一転させて、EU、まあ、NATO 関係の国々を取り込むために、NATO 関係に振っていきましょう。EU 進んだ後は、ベリファイドザヨーロピアンマイナーズに進むのか、ベリファイドザヨーロピアンメジャーズに進む。ここはメジャーだよ、メジャー。どう考えてもイギリス、フランス、ドイツに味方してもらいたい。こんなにも多くの国が敵に味方するとは。いや、苦しい戦いになりますね。おそらくこの流れ止められないですね。いやー、もう追いつかないわー、これ。数が多すぎて参戦国がね。これもう第三次世界大戦始まりましたね、完全に。ちょっと第三次世界大戦の参戦国。うわ。こっち全然増えてないわー。あんだけバーって出てきたんで。おい。何個かね、味方になる国も出るんだろうなぁと思ってたんですけど、全部敵ですね。まあ、ラオス、モンゴル。まあ、このあたりはいいにしても、フィリピン、中国、ブラジル、キューバ、レバノン、エクアドル、インドネシアかぁ。アルゼンチン、カンボジア、南アフリカに、コンゴ。敵が多すぎるなぁ。まあ、ウクライナ、イスラエル、日本。あとは、まあ我々、アメリカ。ここでなんとかね、巻き返し、図ってる間に、イギリス、フランス、あたりが参戦してくれると、逆転のチャンス、逆転のシナリオが描けるかなと思うんですけど、現状そのシナリオが全く描けない。こんなにも苦しい戦いあったかな。ちょっと待ってくれ。またエネミーという文字が踊ってるんだけど、画面上。エネミーばっかでしょ、これ。いや、完全にエネミーだな。ちょっと待ってくれ。韓国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 。拒否。韓国からの、ま、支援の手段は拒否。韓国だけは許せない。まあ、そもそもこの戦い、韓国のね、取り扱いが引き金になってますから、韓国はどんなに苦しくても拒否しましょう。まあ、それはそれとしてだ。とりあえず現状をなんとかね、最低維持していかなくてはいけないので、ちょっと見ておきましょう。強襲上陸を受けてもすぐに跳ね返す。ちょっと待って。中国に九州に上陸されてるという可能性があるので、ちょっとここのケアをすぐにしに行きましょう。またエネミーだよ。見たくないエネミー。
な、中国に上陸されている。これはすぐにでも奪還しておかないとね。沖縄にも上陸されつつある。これを跳ね返せるのかな。ちゃんと見ておきましょうね。くそー、至る所で中国軍に上陸を受けている。日本が守れない。なんとかこの上陸してきた中国軍だけでも完全に壊滅させておきたいよね。艦隊戦でも決して有利という状態ではないですからね、これ見てると。さあ、師団の補充していきます。師団の補充を行っていく。とりあえず、ぐわ、九州だけじゃない。新潟にも上陸されてる。穴が開いたところにすかさず上陸してくるね。いやー、強力だわ。中国軍。来るね。ここぞとばかりに。確か戦闘車が新しいもの。研究進んでいたと思うので、これ2035年はさすがに苦しいのでやめておきましょう。で、生産のライン上では見直しをかけます。戦闘車はどこだ。これかな。そうだね、これ新しいものに変えていきます。中国軍強すぎるな。今守り一辺倒ですからね。これなんとか打開をしていかなきゃいけないんですけど。ちょっと待ってね。これでも大量に中国海軍沈めているけども、日本そしてアメリカの艦隊もダメージが出てますね。いや、強力だな、中国軍。本当に強い。また上陸されてる。今度は山陽。ただ、上陸してきた部隊は確実に潰して、中国の師団をね、一段でも多く削り取っていきましょう。油断してるとね、日本のあちこちに上陸してくるからな。で、今、陸軍のドクトリンがね、一個進みましたので、陸軍のドクトリンの研究を入れておきます。まあ、これは単純に次のものを研究するということでいいと思います。次の研究はこれですね。暗号作戦がプラス1。速攻性がどれだけあるかというのはちょっとクエスチョンですけどね。ここは、とはいえ、貴重なドクトリンなんで、入れておきます。だ。北方領土が、ロシアに、この機に乗じて、ちゃっかり、やってきてるな。奴らは。いや、このさ、台湾の航空基地使わせてほしいよね。この非常事態なんだから。よし、これでまず EU 各国との、基本的な関係性が強化されているはずなので、次はイギリス、フランス、ドイツ、メジャーな国々との、関係改善。これを一気に図って、味方になってもらうように働きかけをしていきましょう。
ちょっと見づらく画面をいろいろ動かしちゃいますけど、これも中国軍が台湾から日本にかけて幅広く上陸してくるのをいち早くね、見つけて潰しておこうというためです。ちょっと見づらいと思うんですけども、お付き合いをね、お願いいたします。そしたら識力だいぶ余っちゃってるので、一旦識力を使っていきましょうか。各軍に対して、うまくハマるものがあれば、使っていっちゃいましょう。ハマらせておいてもね、上限に行っちゃってるものは、これ以上伸びないと。いうのはありますので、やっていきましょう。パンツァーエキスパートじゃないもんね。パンツァー、まあ、つまり戦車じゃないので、無駄なものを入れるのはもったいないので、まあ、しっかりね、マッチしたもの、フィットしたものを入れていきます。慢性的にアルミが足りないけど、アルミの輸入がままならないという状態なんだよね、きっとね。まあ、そもそも我々に対して輸入させてくれる、貿易してくれる国というのがだいぶ減りましたからね、戦争が始まったことによって。うわ、ちょっと目を離してるとこれだ。富山を奪還する。強襲上陸を仕掛けてきた中国人民解放軍を確実に削っていって、師団数を一つでも減らしておきましょう。たったの一つでもいい、減らしていく。ただこうもたやすく、やっぱり島国日本、いろんなところに上陸かけられてますよね。また上陸されてるよ。目を離すとすぐ上陸されてる。何、韓国軍が入り込んでいる。スパイじゃないのか、韓国軍。まあただ韓国軍がね、韓国が、いや、自分たちは間違っていましたと。まあ、そういうことであればね、しっかりと、ちょっと待ってくれ！ここに来て、ついに、NATO が、味方になってくれる？ちょっと確認しましょう。これはでかいぞ。来たー。ついに来たねー。NATO が我々の陣営に入った。あとは参戦要請を全部していく。全部だ。全部、フランス、オランダ、この辺りも含め全部に参戦要請をして、一気に型をつけに行く。イギリスはどうした？イギリス、これは第三次世界大戦本格的に始まりそうな、そんな様相ですね。イギリスはどうした？イギリスは。イギリスが入ってくれないと、なんか、ちょっと、物足りないというか、イギリスどうした？ってなっちゃいますよね。ここはイギリスの海軍にもしっかり参戦してもらいたいけど。改めて参戦国見ておきましょう。我々南東陣営の方はもちろんアメリカ筆頭に、ドイツ、イギリス、入ってくれましたね。フランス、ただ師団数がね、どうかっていうのはありますね。カナダ、ルーマニア、ポーランド、スペインと、さらにギリシャ27師団。まあ、師団の編成はともかくね、師団数は多いですね。あとは美人首相のウクライナ。
一方敵の方も同じぐらいの数いるな、これは。まあ、北朝鮮。中国の死弾数やっぱり削ったよね。130とかなってたのが、89まで削ってる。これは明らかに、上陸してきた敵の部隊を確実に殲滅していったことが、功を奏してるんじゃないかな。そしたら、これを機に、攻勢に転じましょうか、いよいよ、我々も。海兵隊を送ります。まずは香港近くに上陸して、香港の解放から始めていきましょう。はい。ではね、今回はこれくらいにさせていただいてですね、次回、この続きをプレイしていきましょう。第3次世界大戦始まってます。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。